回は引っ掛けクイズです。真面目に考えるとイラッとするかもしれません。頭を柔らかくして考えてみましょう。制限時間は20秒です。それでは問題スタートです。1問目です。いつもホット系という食べ物は何でしょうか。そんな食べ物はありません。2問目です。赤、白、黄色、ピンクのチューリップが並んで咲いています。赤と黄色の間にあるのは何でしょうか。トの文字でした。赤と黄色の間にはトがありますね。3問目です。パパ、ママ、7歳、3歳、1歳の3姉妹の5人家族が遊園地に遊びに行きました。お猿の電車に乗れるのは3歳以上です。乗ったのは何人でしょうか。答えは5人全員でした。1歳の子は大人が抱っこして乗りました。4問目です。先ほどのパパ、ママ、7歳、3歳、1歳の3姉妹の5人家族が今度はジェットコースター乗り場に来ました。今度は小学生以上でないと乗れません。何人乗れたでしょうか。答えは2人でした。1歳と3歳の子は乗れないので大人が1人外でついている必要があるため、両親のどちらかと7歳の子の2人が乗ったのです。5問目です。それは大晦日の夜、次郎と由美は街角で出会った。きっといつか会えると思っていたよ。私もいつか必ず会えると信じてた。抱き合う2人を雪が優しく包んでくれた。さて、2人が再会したのは何日でしょうか。答えは31日でした。大晦日と言っているので31日ですよね。以上で問題は終了です。
あなたは何問正解できましたか？ちょっとイラッとしたあなたは結構真面目な人かもしれませんね。おまけ問題です。綺麗好きなビジネスマンは清潔なシャツを毎日着るため1日ごとに綺麗なシャツに着替えています。洗濯が面倒なのでビジネスマンは毎週日曜日の休みの日にクリーニング店へ行って今週1週間分のシャツをクリーニングに出し、先週出しておいた分のシャツをすべて受け取ります。さてビジネスマンは最低何枚のシャツを持っていれば1週間シャツを着回し続けられるでしょうか？この問題の答えはズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この他にも様々なクイズを配信しています。頭の体操としてぜひ活用してくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。